信玄熱さ。ということは、はい、使ってるルアー系もなかなか変態系が多いんじゃないですかこれ。そうですね、使ってるルアーが一番気になりますね。ね、期待できますね。じゃちょっとルアーを見ていってもしかいかす。まずライトからいきます、はい、ライトが一応自分をメインで使うやつを全部ごっちゃまずにして入れてるんですよ。ワームであろうが何だろうが、はい、これっすね統一感がまるでないなこれっすね。虫と魚系が一緒にこれワームも一緒に入ってるんだ。入ってます入ってます。結構キモいっすねいろんなの見ましょう。これなんか手突っ込んだらなんかウニョウニョってなるような、ね、なんか臭そう匂いか。あ、大丈夫ですよ大丈夫虫系が多いね。でもね、多いっすね。フロッグとかも入ってんだ。はい、フロッグ、スピンガバチョウっすね、うん、自分がよく河川でやるのはメインの次は、はい、これっすね。ミミズ系のワーム、これ使ってますね。で、今ここにあるのが台湾から来てるこのワームなんですけど、はい、なるほど。この人メインフィールド内地ですよねそうですねこれ沖縄じゃないです、ね、隅田川から来たこれ違いますねこのワーム、はい、多分みんな結構使い慣れてないと思うんだけど、大体こっちでもジカリグとかデキサスとかジカヘッドがまあ主流なんだけど、このストレートワーム使うときってどうやって使ってる？自分の使い方はこのノンシンあれバブレス、うん、バブレスなんだ、はい、でトラウト用の針に、うん、で作ってみると、ここにちょんがけです、うん、ちょんがけでこれで魚にバレないとか針見えてるけど大丈夫って感じがあるんですけど、自分これの使い方表層しか使わないんですよ、うん、沈ませないんですよ、うん、キャストして水面をちょん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 ってスキップさせるんですよ、うん、そしたらお口上がもうパーン最強必勝法を見つけてしまった。あ、だから最近の湯越忘れてるのこれ昇竜が連れさせてるな、これ変わってるわめっちゃ釣れますよこれ、個性的すぎるよな。あ、そうこの人あの皮を出したらいかんすよそうすこれ全員がもうやってたらやばいっすよ来年の夏にもうそれこそあの全員あのパンとかそんなもん餌じゃないと勝てなくなるそしたら俺本物のメミズ投げすごいなるほど。でも普通はでもちぎれないように結構あの返し付き の, あの針とかでやることが多分多いと思うんだけど、なんで自分がバーブレスにするかって言ったら、うん、皮とか結構草の中に投げたりとか、うん、提灯とかするんですよ。その時返しがついてると引っかかって帰ってこないんですよ。バーブレスだったら大体帰ってくるんですよ。その理由も含めてバーブレスです。あ、なるほど。ストラクチャーにかけた時に外しやすいように、もうすぐもういちいちかけて切って作ってる間がもったいないんですよ、うん、せっかくいるしバレないうちに投げたいんで、あ、パッて回収してパッて投げたいんで、あ、なるほど。日がかり、寝かかりしてもすぐ取れるようにバーブレスです。あ、そうなんだ。すごいな、これはすごいっすね新しい、ね、なんかアブノーマルな匂いがいっぱいしますね他にはこれめっちゃおすすめです。ジンゴロムシっていうんですよ。ジンゴロムシ、はい、これフロック系の素材なんですよ、はい、柔らかいんだ、うん、これ着水音が普通のハードルアーだったらポチョンってなるじゃないですか、はい、こいつ着水音ポテッてなんですよやばそうだね。ちょもう投げこれ買って投げたら分かります。もう着水音がポテッてなんですよ。もうこのポテでもう食いますマジ落ちパクってやつ使ったことないな。これやばいっす。まあ相当リアルだってことですよね。そうっす。もうこの普通の魚が嫌う着水音とか、もうめっちゃ湯越えてワンポイントキャストじゃないですか。ガッチリ入れたいというか、そこに狙ったらどうしても直で飛んでバチャーンってなるんですけど、こいつポテなんですよ。やばそうだね。バスってもうめっちゃあれやるさ、もう効果をもうめっちゃわかるな、これこれやばいっす。チヌもさっきね、チヌやばそうだね。やばいっす。チヌとかも結構着水音気にするからね。意外と飛ぶんですよ。あ、そうなんだ。中に水入って飛ばすんですよ。水入れて飛ばすんですよあ、わざと入れる。軽いからちょっと遠く飛ばしたかったら水入れて調節するすごいなそしたら飛ぶんですよ、本当に全然おすすめできない素材がスポンジ系の青木虫がいいんですよ。
こいつおすすめですね。形的になんかオフセットフックつける形してる。そう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 、でっかいやつをつけるみたいな感じです。一応普段はもうちょんがけでやってる。オフセットで。俺ちょんがけです。ちょんがけ。横に結構伸びるんですよ。思ったよりも。うん、ハードじゃなくてハリフックだったら結構伸んでくれるんで、オフセットちょんがけとかで、うん、いいですね。これはあえて折ったの。俺これ昔あえて折ってよく使ってたわけ。ドクターミノン。これあなくなってますね。なくなってなかったんだこれ。俺すげえと思って。なくなってます、ね。他にもやるやついるんだと思ったら。なくなってますねこれは。たまたまこれ。これガサミつったんじゃん。尻でかノコギリガサミ挟まれてるんですよ。やばいなこれ。その時にやられたんじゃないですかね。これおすすめですね。ダイワのドクターミノン。値段も1000円しなくて安いんですよ。前の超過の時も使ってたんですけど。これはすごいおすすめですか。おすすめです。なるほど。サビサビなの。確かに説得力が薄いですけど。やばい、今後不安しかないですよ。いや個性強すぎたな。じゃあ続きまして大きい方のタックルもちょっと紹介してもらっていい？こっちに来るとちょっと随分普段のフィッシングギャングの姿がちょっと近づいてきますね。じゃあ早速お願いします。結構スイムベイトが多い感じで、ね、多いですね。まあ、ジョイクロとかみんなメジャーなの使って釣るよりもあんまみんなが使わないようなので釣りたいんですよ。なるほど。だからこっちアユロイド、うん、これで今年タチウオいっぱいあげてますね。ここにいっぱい2本あげましたね。2本あげました。大丈夫ですか。不安しかないと。えらい膨らみましたね。今のでみんな分かったら盛り癖がある。あ、でもちっちゃいのあげてるんですよ。ああ、なるほどなるほど。大きいのは、まあ、2本。あ、でもこれでタチウオ釣れるんだ。釣れます釣れます。顔と同じぐらいでしたね。大きいな。スイムベイトの使い分けでいったらこっちちょっと早巻きですね。早巻きでこいつがちょっと変わってて、まあ、フック改造してるのもあるんですけど、早巻きでちゃんとボトムを泳いでくれるみたいな。あ、ゆっくり巻いたら上に上がっちゃうんですよ。あ、そうなんだ。こっちが多分抵抗あるんですか。抵抗があるから早巻きした方が潜るんですよ。面白い。それも今しんです。で、こいつめっちゃオススメです。こっちのケツにラトル入ってるんですよ。すごっ。ほんとだ、やばいっすよね。まだ釣ってないんですけど。大丈夫ですか。みんな騙されてる。やばいな、難しいな。まだ釣ってないですけど。今擦れてないからさ、この辺は。こいつも早巻きです、ね。フックだけはちゃんと純正から違うので書いてあるんですけど、アイの位置もなんか違うよね。この先端についてるやつもいれば、ちょっとバイブレーションみたいな頭上についてるような。これが意外とスローでも泳いでくれるんですよ。こっちの開き手の方がいいですよ。でもちょっと早巻きで俺は使うんですけど、めっちゃこいつこっちの辺がブリブリって感じですね。あ、こいつは結構真ん中より尻尾がくるくる回ってくれるみたいな、うん、ブリ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 みたいな感じです。こいつ忘れました。こっちはこっちが今俺がめっちゃ使ってるルアーで、一回アツさんからもいただいて使ってたり、アツさんからもらったやつは根掛かりしてなくなりました。で第2号スイマー、あ、そうなんだ。とブリキンスイマーっていうんですけど、これめっちゃスローで巻いてボトムを取るって感じのワゴで、タチウオを釣った時のこのルアーで釣ったパターンがバンバンバンってすぐシェイクして、ボラが夜中よく跳ねてジャンプしてるじゃないですか。そのボラが跳ねて逃げてるのをイメージして釣るっていう頭しかなかったんですけど、このスイムベイトもらって次から10秒ぐらいギリギリ数えて、もう根掛かり覚悟でボトム取れば完璧に釣れます。ボトム取れなければ釣れないです。なるほど。これめっちゃでもデッドスローだよね。やばいっす、これ難しいよね。ゆっくりっす。だけどめっちゃボトム取ってゆっくり巻いたらもうちゃんとレンジキープしてくれるんですよ。でちょっと当たり始めたら竿立てれば上がってくるんで調整っすね。面白いな、釣り行きたくなるな、こんな話。まあ、あずささん、あの、もう2人、はい、道具見せてもらいましたけどかなり違いますね。そうですね。まあ、もちろん淳さんとも全く違うし、はい、これはなかなか個性がある人が来ましたね。そうですね。やっぱこういうのがいいですね。そうですね。お互いで刺激し合って、うん、やっぱ自分のスタイル持ってるってやっぱかっこいいですよね。今後が楽しみですね。一緒に行ってあの現場で口論にならないように頑張りたいと思います。あ、絶対これビッグベイトだな、脳神経だな。
ならないように。それだけが心配ですね。今後あの2人 の, あのタイプが違った2人が、まあ、メンバーに入ってくれたということで、より面白い釣りが皆さんに見せきれると思うので、今後またちょっと期待して、もらって、僕らも頑張って面白いやつを発信していけたらと思います。ということで、ヤズさん、はい、終わらんよまだ。もう何もなくないですか。いや、居残り特訓言ったでしょ。もうあります、結構あるある、十分だったような感じ。あるよあるよ、あそこで気抜いてるのが一人いるじゃない。抜け切ってるのがいるじゃない。もう安心して。まだですか。終わらないですよこれ。ギャング、はい、梓さんも最初の時は相当きつかった部分があるので、はい、洗礼を浴びてもらいましょうかね。じゃあ、移動を、特訓会場に移動しますので。あいつ大丈夫ですか。じゃあ、行きましょうか。はい、特訓会場、アズさんが用意してくださってますので、ダメ出し連発の特訓会場で、はい、心を鍛えてもらいましょう。はい、じゃあ行きましょう。はい、じゃあ移動でーす。はい、ダメだこれ。ここで特訓してもらうからね。こっちですか。じゃあ入っていきましょう。こんにちは。こんにちは。失礼します。僕が普段つけてるこちらのテトラポッツなんですけど、まあ、このテトラポッツといえばもう釣りの現場でも着れるし、まあ、普段着でもあのおしゃれに着こなせるというのがまあコンセプトということで、僕もあの気に入ってよくつけてるんですけど、ここの店舗のですね、店長のリナさんに、このテトラポッツの紹介をしてもらいたいと思います。お願いします。今言っていただいたようにですね、私服でもあの釣りの時も両方あの楽しんでいただけるような、そういうのをコンセプトに作ってまして、一応こっちにですね、こういうあの反射板を使ったものとかですね、あの釣りの時やっぱり暗いところでやってると危なかったりするので、はい、そういうところにもあの注意した服とかいろいろあの作ってますので、よかったら、はい、いろいろ見てみてください。あのテトラポッツというと、はい、あの沖縄のブランドでよかったですか。そうですね、はい、社長があの高里聡といいます、はい、あの釣りサーなんですけれども、はい、G杯っていう大会でもあの優勝したことがあるほどの実力者でですね、はいはい、釣りが好きでこういうブランドを始めたっていう。なるほど。安田さん、あの後ろなんかそうです、ね、いっぱいありますけど、あれここ何屋さんでしたっけ。こっちは、あの服屋さんなんですけど、釣り具屋さん張り の, の釣り道具でもジャンルが広いっていうのが分かりますよね。そうですね。あの高田さんももう餌釣りからルアーまでもう何でもやるんで、あのそういうところも話しても面白いし、でまたあのリラさんもあのこっちのスタッフみんな釣りがっつりするんで。あ、なるほど。皆さんも GT も釣ってますから。はい、あ、そうなんですか。そうそうそう、結構ガチの釣りガールなんですよ。やばいっすね。はい、もう気安く釣りガールなんて怒られる。そうそうそう。しかもあそこに針がいっぱいあるんですけど、あれは売り物ですか。あれは売り物ではないんですけれども、はい、あの高田とが優勝した時にもらった。なるほど。はい。ということはあれですね。あの釣りする店員の皆さんが、はい、じゃあ今日何釣るって言ったら一個一個減っていくと。そうかもしれない。そういったことですね。はい、なるほど。結構だからここに遊びに来てあのユンタクっていうか、まあ、話するだけでもあの楽しいんで、結構居心地が釣り人的に居心地がいいあの場所ですね。だから普通にあのルアーも話せるし餌釣りのことも話せるんで、結構居心地が良くて僕もあのたまに来てますね。これはあれですか、釣りをする人が作ったブランド、はい、あ、そうです、はい、という形です。高田ともそうですし、私も一応デザイナーなんですけれども、はい、いろいろ面白みを持たせればなと思いながら作ってます。なるほど。じゃあもう、はい、釣りをする人には欠かせない、そうですね、ブランドといったことでよろしかったでしょうか。はい、間違いないと思いますよ。で、なんでまたこんなあのいいとこに釣りできたんですか。いや、もうあのフィッシングギャングで、はい、今後やっていくということで、はい、やっぱ現場主義 の, あの格好で、はい、なおかつやっぱかっこよく、はい、ちょっと着こなしてほしいなっていう気持ちもあってですね。なるほど、はい、翻訳すると
俺の顔を潰すなとそういったことでよかったですか、まあ、はい、まあ間違ってはないから今日はちょっとギャングモードでやりましょうかね、はい、ということで、はい、困ったお二人、すでにちょっとこじらせ気味の二人がいると聞いてますけれども、はい、先ほど店にはもうすでに入ってますの で、 そうです、ね、はい、じゃあちょっと呼び込んでいただいてよろしいでしょうか、はい、じゃあカモン、はい、こじらせ気味の二人が、こじらせ気味の人だけど、めっちゃな、ふてくされた顔になるやつ、満面ですさすがだね名号さしないといけないあ、どう、まあ、あのニューメンバー二人なんですけど、まだ全然あの今日まさに今日撮影始めたばっかりなんですが、はい、第一印象いかがでしょうか。いろいろと改善の。すみません。めっちゃいい人じゃないですか。めっちゃいい人っすね。想像よりだいぶ上行ったっすね。いやいきなり右ストレート入りましたね。ズバーンと。ということで、はい。まあ、釣りに向いた。ファッションで、まあ、機能性も含め、改善していただけるということなので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。これポイントはどういったポイントですか。そうですね、あの上着も撥水加工になってまして、はい、そういうところもあります。フードインで、あの普段は閉まってあるんですけど、雨が降ってきた時とかにも出せますし、あとはこの中に見えてるロゴの部分がリフレクターになってるっていうところが、夜の釣りとかも安全にできるかなと思います。はい、ありがとうございます。はい、オレンジ色もすごい似合って顔が映えると思うのでいいと思います。はい、アズさん、どうですか。めっちゃあのかっこいいと思います。なんで笑ってる。なんかかっこいい。なんかでもなんか釣りっていうよりやっぱおしゃれですね、単純に、うん、けどやっぱり撥水加工もされてるってことで、雨降ってても、しかも多分ナイトゲームしてる時にこの車のライトが反射するんですよ。だから都市河川とかで釣りしてる時に車道の、ね、横でやること結構多いんだけど、そこでここにまあ釣り人がいるよっていう示すきっかけでもあるんで、ちゃっかりなんか実用性とファッションが重なっててかっこいいなと思います。なんかちょっと本当明るい感じになって、はい、先ほどとまたちょっと違ってね、いいっすね。あの、うん、ちょっと靴はちょっといいっすか。うん、ということで、はい、1人完了ですね。はい、バッチリっすよ。はい、もう1人の方がこじらせ具合をでかいと思うんですよ実は伸びしろ感じますねじゃあ早速、はい、あのお願いしたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先ほどとはまた一変しましたけれども、はい、そうですね手つけるとこしかない状態かと思うんですが、はい、ま、彼はまただいぶスタイルが違うので、そうですね、はい、またどういった方向性でちょっと、アレンジしていただけるのか楽しみなので、ぜひよろしくお願いいたします。はい、頑張ります。はい、お願いします。これはちなみにポイントは、ポイント、そうですね、今日がデニムとスニーカーだったので、はい、ルアーっていうのはあのライフジャケットはちゃんとつけないといけないんですけど、はい、結構身軽な格好、あの普段着とかでもできやすいので、こういう格好でも全然いいかなと、ファッション楽しんでいただくような感じで、はい、選んでみました。普段釣りする時もあの下はデニム、基本も私服で釣りするみたいな感じで、ね、ああそうなんだ。お、何から何までなかなかいないタイプですねなるほど。あ、でもあれですよ、川とか立ち込むときはちゃんと立ち込み用のウェーダー、ウェーダーっていうかあれです、ロンタイ履いて、ああ、はいはいはい、草とか虫とか刺されるんで、さすがに全部隠すんですけど、うんうん、川とかあるんで、普通に加工とかだったらこの格好、うん、
かっこいいね、うん、いいと思います。はい、あずささん、はい、昇龍くんの方もだいぶ変わりましたね、はい、どちらかというともう若返ったっていう感じで、ね、そうですね、だいぶ実年齢に近づいたって感じですねそうですね、でも本当に、あ、これも僕も結構つけるんですけど、うん、めっちゃあったかいんですよ、これパーカーの方ですね、はい、そうです、うんうん、めっちゃいいですね、これ、まあ、裏起毛になってて、はい、暖かいやつですね。風もあんまり通しづらそうな感じがしますね。そうそう、全然通さなくて、なんか鬼平の時とか結構なんかこういうやつつけてましたね、うんうん、去年 もう十分、1月とかめっちゃ寒い時期なんですけど、これ1枚で全然十分釣りもできたんで、これからの時期とかもめっちゃいいんじゃないですか、ね、まあかなり爽やかになったんで、これはこれで、うん、でもこっちの方がイメージ的には本人に合ってるかもしれないですね、うん、だいぶ違いますね、はい、結構いろいろまたコメント入ると思うんで、はいはい、またそれを参考に、はいはい、パワーアップさせていきたいと思いますね、はい、はいはい、というわけでですね、こういう感じでファッションの方も、バッチリ決めて実調でも、いい釣りを見せきれるようにですね、今後3人でまた頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。Fishing gang, Atsusa!